そこはいいや。そこはいいや、思いっきり乗ってましたけど今。あ、本当？ごめん、ちょっとあれだわ。映像ずれてるから。どうも皆さん、イベント楽しんでますか？始まってます？やっちゃったな。気をつけようと思ってたんだけど、開幕払いからだった。はい、すいません。はい、というわけで、今回バイハザード HD リマスターの、ジルのニューゲーム、ベストエンディングを走ります。ハリマと申します。よろしくお願いします。で、今回走りに集中したいので解説者をお呼びしてます。どうぞ。はい、解説の畑です。よろしくお願いします。まあ一応そのがっつりっていうよりは、まあ、ふんわりね、解説できたらいいなと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。いや、だいぶちょっと緊張してるんでね、はい、じゃあぼちぼちやってきますね。直前まで緊張しなかったのに、始まる瞬間ぐらいに緊張しちゃってんだよね、この人。いやいやいや、まあ、イベントってそういうもんだからね。あ、そうね。頑張っていきましょう。はい、ジル選んだ瞬間からで OK？ OK、OK。それでいきます。はい、じゃあ、3カウントで。はい。3、2、1、スタートです。はい、OK です。じゃあ、一応解説をね、させていただきます。一応、この次にね、オリジナル版のバイオハザードがあるんで、まあ、本当に軽くその多分ストーリーがっつりっていうよりは差分とかですね、お話させていただきます。この初代バイオハザードのリメイクですね、特に HD リマスター版は、まあ、PC 版でね、まあ、現在やってます。で、まあ、初代から大幅にね、まあ、初代との違いを軽く説明すると、まあ、館がでかくなってます。はい、まあ、その拡張されてですね、もともと初代でやりたかったことを存分に詰め込んだね、リマスタリング版になってるということで、まあ、これ元々ゲームキューブでね発売されたんですけど、で最初ね、オリジナル版とちょっと違います。最初にね、戻ろうとするとウェスカーのところに入って、もう早く調べてこいよって言われて、もう一回ドアを調べると、バリーにね、お前ビビってんのかと言われて、でバリーのところに行って話を聞いて、で戻ると、まあ、普通のバイオハザードであればね、この隣の部屋に行ってゾンビが出てきて、バリーに助けを求めるってシーンなんですけど、実はこのね、リメイク版では、まあ、それをカットできます。で戻ってきて、でウェスカーを探すパートになって階段を登って降りるということをね、すると終わりますと。で今すごく階段登るの早かったと思うんですけど、このゲームですね、このゲーム、その前バイオハザード RE2 とか、まあ、RE3 とか、まあ、RE4 とかでも、まあ、階段にね、まつわる何がしかはあるんですけど、このゲームもかなり顕著でしてね、ダッシュボタンを階段登るときに連打すると、スイーってスイーって登り降りできます。はい、まあ、いわゆるステアスケートと呼ばれる登り方ですね。でこのバイオハザードリメイクに関してはこれが本当に大事で、で本当はね、まあいわゆるプレイステーションの コントローラーでいうとバツボタンに当たるですね、ダッシュボタンですねを連打して本当はやってたんですけど、まぁ、あ、ちょっと本当に最近ルール変わりまして、まあ、いわゆるキー割り当てですね、ゲーム中に使わない右スティックですねにバツボタンをキー割り当てしていいというルールになりまして、でまあぐる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 回すことで超高速でねバツボタン連打することになって、一応秒間、最速20回かな、20回までが最速なので、まあ、それを実現して基本的に階段は最速で上り下りしますと。で、ちょっと今まで通ってきた通路ね、解説だいぶ後手になってますけれども、ここ新しく追加されたところです。はい。昔はなかった中庭ですね。ここに、ね、墓地が追加されていて、で墓地、先ほど取った矢尻ですね。まあ、矢尻も新規アイテムなんですけど、矢尻を取ったところは、昔バイオハザード初代だとパスポートで手に入る、バイオハザードパスを入れていった先、特に何もなかった、まあ、バリーに、助けてもらった後に行くようなところを、まあ、ちゃんとね、まあ、リメイクとして、ね、ちゃんと通る通路にしようというところで、かなり狭い通路としてね、まあ、リメイクされています。で、それで矢尻取って、で、追加された地下に来て、なんだっけ、剣の鍵か、鍵をね、取ります。で、今、呪いの書っていうのを取るんですけど、まあ、特に中身はあんまり気にしなくてよくて、
本についてるね、あの鍵を取ります。はい、そうで、オリジナル版だとあったその何でしょう、鍵の場所とかも若干変わってまして、まあ、剣の鍵と鎧の鍵と兜の鍵とあと盾の鍵がこのゲームあるんですけど、まあ、昔はねジルは、剣の鍵を基本キーピックで開けられたんですけど、ちゃんとキーピックはキーピックで使うところがあって剣鍵が必要になりますというところで、まあ、そういったね変更点は結構あります。はい、あでそう、言語が中国語になってるんですけど、これはね、中国語表記だととにかく早いと、あのグレネードランチャーって日本語で表示するじゃないですか。でグレネードランチャーって日本語で表示するのと中国語で、あ、中国語でグレネードランチャーを表示するの 0.5 秒差が出ます。はい、なんで、テキストの表示だけでかなり差が出るので、そういった意味でも中国語はとにかく有利というところになってます。はい、でここで、除草剤を回収します。ここ昔から除草剤だったね、うん、そう、文字数がかなりね大事なんでねっていうので取っています。まあ、館をずん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 進んでって、うん、はい、でここのね、あのジルサンドイッチと言われているところをね、まあ、初心者の人とかだったらあそこでねショットガンを取ることはね割とおすすめします。はい、今このルートかなりね攻めてるルートというか難しいルートになるのでまあちょっと後でねまた難しいところの説明ありますが、はい、でここで登ってって、でこれゾンビの回避ですね。でこれ一旦誘導して回避します。これかなり難しくて、あ、まあ、ここはそんな難しくないですけど、このゲームゾンビのその噛みつき、つかみがですね結構ランダムで、部屋に入った時にその部屋にいるゾンビ全ての行動が、なんて言うんだろうな、噛みついてくる範囲が全部バラバラな、ランダムなんですね。で、まあ、このゲーム、そのオリジナル版と違って、ラジコン操作プラス、いわゆる、なんだろう、アレンジ操作、アナログスティックを動かした方に動いてくれるっていう、まあ、デビルメイクライとかそういったね、カプコンのゲームあると思うんですけど、そういった操作にね、一応対応しています。なので、ゾンビの目の前に行って、攻撃を誘発して、下がって横を抜けるっていう、まあ、ことをね、基本的にしていきます。が、ゾンビのですね、乱数が悪いと、まあ、機嫌が悪いとですね、全然誘導に引っかかってくれなくてですね。で、まあ、誘導に引っかかんないやつも、ほんと目の前まで行くと即掴んできたりとか、あとは、攻撃終わったなと思ったら2段階攻撃でもう1回即攻撃してくるみたいなゾンビをいたりするんで、かなりね、ゾンビ避けが難しくなっています。はい、でここですね、ここ一番最初、バイオハザードリメイク版のね、初心者俺ゾーンなんですけど、ハンドガンで速射っていう技術を使います。犬が2体来るんですけど、1体多いですね、ちょっと多いけど、犬が2体いて1体が、首輪を持っています。で、犬を倒すと、首輪がね、手に入ります。で、この首輪を取るのに、ハンドガンで約6発当てないといけなくて、ただ普通にパンパン撃ってるだけだと、全然間に合わないんですね。なんですけど、まあ、このゲーム、速射っていう技術があって、ハンドガンだと、まあ、タイミングよく撃つと、普通に撃つとパン、パン、パンぐらいなんですけど、まあ、早いとパン、パン、パンっていう感じの速さで撃てるので、間に合いますと。で、ここが難しくて結構折れちゃう人がいるというゾーンでしたね。で、それが苦手な人はショットガン取るといいよっていう感じですね。はい。で、この、そこね、なんか物々しい感じのところに、鎧の鍵がね、置かれています。はい。で、このギミックね、結構見たことあるんじゃないでしょうか、この場所。ね、このギミックね。で、これはね、先ほど倒した犬の首輪の中に、まあ、鍵の形をしたね、まあ、いわゆるイミテーションみたいなのがあります。これはめ込むことによって、トラップをね、回避することができます。はい。そう、レール像、結構見ることがね、あるんじゃないかなと。誰とは言いませんけどね。はい。で、先ほどこの部屋に入る直前に起き上がったゾンビいたと思います。あいつ、このゲームで追加された、クリムゾンヘッドっていうね、まあ、ゾンビの、いや、これは、乱数悪いな。乱数悪いよね。
まあ、新しいね、その形態ですね。ゾンビを倒した後、一定時間経つと、このように変質するんです。で、まあ、ゾンビだけど、めちゃくちゃ走ってくるし、爪引っかき攻撃をしてきます。はい、で、爪引っかき攻撃は別のゾンビに攻撃することもあるし、っていうね。いう強化版の敵になっちゃうんですけど、で、このゲームの追加要素として、あの、灯油缶、まあ、ボトルがあって、携帯燃料、まあ、入れみたいなのがあるんですけど、それ使って、まあ、ライターとそのオイル垂らして、ゾンビを燃やすっていう、燃やすと完全に、その消滅させることができます。で、頭を吹っ飛ばしていないゾンビですね。ハンドガンとかで倒してる、本当に床に倒れてるゾンビですね。まあ、いわゆる昔で言う本当にゾンビ倒して、あ、なんか血出たなーみたいな感じのゾンビっているじゃないですか。あ、倒した倒したみたいな。それをほっとくと一定時間後にあのように、クレムゾンヘッドっていう、ね、強化ゾンビになります。まあ、なので、まあ、ある程度だとね、基本的には、まあ、早く倒すんで、あ、クリアするんで、クレムゾンヘッドにはならないんですけど、まあ、もともと存在しているクレムゾンヘッドなので、あいつは。であそこあと何回かね、まだ通りますんで、あそこのゾンビの配置と、まあ、クリムゾンヘッドの動きでかなりね、ダメージをもらいやすい区間になってます。あそこは本当に難しいですね。全部見てから回避しなきゃいけないので。はい。ここで、リチャードですね。ブラボーチームのリチャード、まあ、ジルのスターズのね、仲間というか、リチャードっていう人が出てきます。で、毒に感染してます。猛毒に感染してて、ちょっと血清を取りに行かないとね、死んじゃうということで、まあ、強制的にね、変わります。で、お腹痛い状態だと速度はめちゃくちゃ遅くなるので、基本的には体力全開が望ましいです。で、またですね、このゲーム、アイテム、武器か。武器の装備時に、ジルの移動速度変わります。ナイフ以外は基本的に足が遅くなるので、なので、まあ戦闘するときは武器をつけて、で戦闘しないときは武器を外すというのがね、最速になります。まあナイフオンリーとかね、そういったナイフだけでクリアするときはつけっぱなしでいいんですけど、まあ普通に重火器使う場合はね、武器を外しましょうという感じです。はい。で、まあ一応このゲームね、敵が強くなってるので、だいぶ、緊急回避アイテムのね、まあ、ダガーナイフだったりとか、スタンガンとかね、っていうね、緊急回避武器も存在はしているんですけど、まあ、タイムアタック的にね、その行動をしてしまうと、やっぱロスになってしまうので、なるべくは取らないようにしていきます。本当に、掴まれると10秒くらいロスすると思うんで、モーションで結構時間かかるので、まあでも基本避けるって感じですね。で、ここですね。ここゾンビ、カドッチョすぐいるんで、おー、危ない。っていうので、しっかり避けます。これ、本当に最速で回ろうとすると、ゾンビ手前にいたりして、その左側、今、右の奥側にいましたけど、左側にいて即噛まれるみたいなことは全然あり得るので、なるべくはちょっと奥に行って、視点変えてから、まあ見てね、しっかり避けましょうと、いったところになります。はい。で、ここでね、先ほど手に入れた除草剤をそのまま、ね、使います。で、バルブ右か左か選べと言われるので、左にね、回すと、このようにスターをね、倒すことができます。ゾンビは基本的に倒さないです。まあ、バイオハザードのはね、このラジコン操作のバイオハザードだったり、または R1 とかもそうですけど、基本的にはバイオのね、RTA、まあ、タイムアタックはね、障害物競争だと思ってください。はい。で、今、デスマスク取りましたね。デスマスクっていうアイテムが、まあ、新しいね、要素の一つとなっていて、昔で言うとクレストですね。昔はクレストを4つ集めると、まあ、向こう、寄宿舎に行ける、だったんですけど、今回ね、デスマスク4つ集めた上で、中ボスを倒して、で、寄宿舎に行くアイテムを手に入れるというね、流れに変わっています。なので、そういった意味でもね、大幅に、謎解き、まあ、ギミックがね、変わっています。という感じですかね。で、これで今いろいろとね、まあ、デスマスクなど取ったりして、ちょっと時間は潰してしまったんですが、ね、やることやってから、結成をね、リチャードに渡しに行くと
いうね、はい、まあ、彼はね、一定時間以内であればね、死ぬことはないので、まあ、その時間をね、有効活用してドアを開けたりアイテムを回収したりして、ね、行きますと。で助けて、でここですね、ここもなかなか難関スポット、まあ基本的にこのゲーム難関しかないんですけど、このあとですね、こいつよけて、基本こういう狭い通路にゾンビがいるので、もう本当によけるのは上手というか、うまくならないと、ゾンビのパターンとかをね、しっかり知ってないと、対処が難しい、ダメージを受けてしまうので、やっぱりね、熟練のプレイヤーになるとね、この辺は本当に判断うまいですね。で、ここが特に難しいです。あ、いいですね。んここの、ああ、おー、危ない。あ、でも、入ってきゾンビ。危ない、危ない。危ないですね。今のあそこのおじさん反応しないとちょっと大変だし、即反応して2回反応されるとなかなかね、えぐいことになるので、あの狭い通路でね、回避しないといけないんですね。基本的にもう攻撃は戦闘はしないっていうのがもうこのゲームの鉄則ですね。今の本当にうまいですよ。あれ実際やってみるとマジでできないです。なんで、まあ、もしねタイムアタックやりたいなっていう人は本当にダガーナイフとか緊急回避アイテムを持ってる状態で掴まれてもいいような状態でいくと結構ダメージを抑えられたりするの でこのゲームですね、まあ、ジープの HP がそんなに高くなくて、まあ、ゾンビにね、4回ほど噛まれてしまうと、まあ、やられちゃうんですけど、一応ダメージね、 HP の残量によってダメージ食らう量とかがね、まあ、若干変わりはしますが、まあその辺はあんまり気にしなくても、だいたい4回から5回噛まれたら死ぬなぐらいの感覚で置いててください。ここもね、距離感がすごくつかみづらいんですけど、ちょっと暗いし、ゾンビの距離も奥だし、っていうね、そういうところなんですけど、かなりうまいですね。あそこでね、その反応が悪いゾンビを引いてしまうと、ちょっと、まあ、端っこに寄せて避けるみたいな、まあ、ことをしなきゃいけないので、まあ、2、3秒ロスしたりね、します。で、この謎ギミックをね、ゴールドエンブレムからエンブレムに変えて、ね、毎回月光を引くたびにドアが開いたり閉じたりする謎のギミックをね突破してゴールデンブレムを取りますと。そう、この辺とっさの動きがかなりね求められますこのゲーム。でこの後ろ側も結構気をつけなきゃいけなくて、壁際キワキワだったら食らわないんですけど、ゾンビの背中にちょっとでも触ると割とすぐ掴まれたりっていうねところもありますので、この辺かなり、まあ、ライン取りには気をつけないといけないかなと。でゾンビが反応するしないみたいなので、まあ、その同じ部屋で行き来したりする場合にかなりね大変なことになります。はい、でここですね、これなんか昔はねゴールドエンブレムはめただけで動いてたんですけど、謎解きがあります。で左の上にあるね絵画ですね、長い針が頭を刺していて、短い方の、剣がお腹を刺しているというので、長身が、12時、短身が6時みたいな、ね、感じでやるとなんかできます。なんでね、太い方を2回ね、回すだけで開きます。結構簡単ですね。で、縦の鍵を手に入れて、まあ、この縦の鍵はね、まあ、昔と変わらず屋根裏部屋にいる、でかいやつのね、ところに行くための、ものですね。まあ要所要所は変わってるけど、やっぱキーアイテムとかの場所はね基本変わってないっていうのがね、やっぱりリメイクとリメイク前の差っていうのであったりするので、まあリメイク前の作品しか知らない人でもね、あここは変わってないんだとか、あここ全然違うなみたいなのが、ね、だいぶ楽しめるかなと思います。はい、で一応ストーリーとかもね、本当はオリジナル版に入れたかったんだけど、なくなくカットされたみたいな感じのストーリーもね、ちゃんと入ってて、まあ、この家を作ったね、ジョージ・トレバーさんっていう、その一家のね、話とかも入ってたり、でそこのね、トレバーさんの娘のリサっていう人が、リサ・トレバーさんがいるんですけど、まあ、その人が、後でね、敵として出てきます。で、屋根裏部屋にね、いるネケヘビ、ヨーンですね。はい。こいつに噛まれると、ね、毒になるので大変なことになります。でリチャードはなぜかぼーっと立てたんでね、ようにやられてしまうということでね、
であそこの1回目のヨーンを倒すと、リチャードが一応生存して、まあ、後々ねまたいろいろあるんですけど、あ違う、あそこで倒すと、リチャードがジルをかばってヨーンにやられるイベントが発生して、でリチャードが持ってるショットガンの上位互換ですね、アサルトショットガンっていうね、まあ、強力なショットガンを手に入れることができます。まあ、ジルの場合はね、あのグレネードランチャーがあるんで基本使わないんですけど、これがクリスになるとそのアサルトショットガンがメインウェポンになるので、まあ、かなりね大事な武器になってきます。でここは、ここの解放、俺答え知らないんだけど、あ答えじゃないやヒント知らないんだけど、右上左下右下でなんとかなります。はい、これ知ってる人いるのかな、これ分かんなかったんだよね、あそこ俺も分かんないんだよね、これなんでだろうねえ、募集してます、まあ、このゲームやり込んでる人が分かんないって言うんだったら分かんないと思います。で戻ります、戻るというか、最初にね通ってきたところを戻って、でこのね階段の下にセーブ部屋があります。セーブ部屋に、バリーからね贈り物があります。火炎弾とね救急スプレーがね贈り物としてねあるので、これを使ってくれっていうね、ので火炎弾ありがたく使わせていただきます。これ大事です、これ中ボスね、2体分撃破に使います。はい、でこの部屋ですね、このギャラリー、美術室ですね、昔はあのカラスがいっぱいいて、なんか子供から大人までね、あの生涯を描いた絵画を順番に押すっていうものだったんですけど、今回変わってまして、あの色をね合わせて、この奥にいるねこの肖像画の身につけているものに色を合わせて色を変えると、このね扉が開いて裏に中庭か中庭にね行けるようになります。ここショートカットできますね。これ最後のデスマスク手に入ったので、中ボス戦ですね。で最初の中ボス、まあ、ヨーンを中ボスとしてカウントするかどうか置いといて、まあ、一番最初にちゃんと倒すボスですね。この、ね、奥にデスマスクをはめていきます。目のないやつ、鼻のないやつ、口のないやつ、なんだっけ、あと、まあ、なんかないやつとね、まあ、跳ねていきます。はい、でここのボスが、まあ、先ほどちょっと話したクリムゾンヘッドの、まあプロトクリムゾンって言われてる、海外だとエルダークリムゾンっていうふうに言われてるんですけど、まあ、こう火炎弾をねグレネードランチャーに設置します。で4つ置くとこいつが出てきます。で近づくと、あの中にね倒れてるクリムゾンヘッドがいるの でこいつ HP、ランダムでめちゃくちゃ変わります。 HP 最大で2倍ほど変わって、火炎弾3発から4発ですね。で、ですね変わるんですけど、初期位置から戦闘が始まった瞬間ちょっと上に向けて撃つと頭にはヒットしてよろけます。でその場でまっすぐ通常の撃ち方をするとまたちょっとよろけて後ろに下がるので、真上に向けて撃つとちょうどね撃破することができますっていうね、ボスです。で倒れちゃうことがあるんですけど、倒れちゃうとねちょっとロスになっちゃうんで、まあ、今のやり方がねどうやらなんか最近アップデートされた最新のやり方らしくて、今のところあれで倒れてるのを見たことがないというところなんで、まあ、多分頭に当てるのがかなり、まあ、効いてるんじゃないかなみたいな、まあ、諸説ありますが、でここのゾンビがフラフラしますね。運悪いな今日。なんか運悪いね。なんでだろうな。ゾンビのちょっと乱数があんまり良くないですね。で結構皆さん見ててわかると思うんですけど、ゾンビ本当に狭いところで壁か影になってね見えないところかなりあります。でそういったところを本当に覚えてないとちょっとそうだみたいな感じで食らったりするので。でジルは本当にさっき言ったように4回ぐらい攻撃するとねやられちゃうんで、まあ、結構回復アイテムを持ってた方が、まあ、安全ではあるんですけど、まあ、RTA なんでねそんなに余裕はないです。そんなバカすかね回復アイテム取れないんで、まあ、基本的に定位置で、でこの追加されたね
クランクがあったところにもうドアがそのままあって、さらに裏庭というか中庭というか裏庭かみたいな、ね、新しい場所が追加されています。でこの風緑のギミックは、北と西に合わせるとね、この首3つのケルベロスがね外向いて鍵が開くという謎ね、謎のギミックになっています。はい、まあ、でもゲーム的には右下に合わせればとりあえず OK ですね。でここお墓があるんですけど、実はねデスマスクとクレスト出てきてないと思います。クレストは、まあ、実はその特殊なアイテム、ストーリー進行に関係ないアイテムとして、まあ、一応いわゆる一種のファンサービスですね、ファンサービスみたいな感じでねあって、で、まあ、クレストをね手に入れると3つのね、なんだっけ、ウィンドクレストをはめると3種のクレストかなが出てきて、スタンクレスト、スタークレスト、ムーンクレストが出てきて、それをねさらにはめると、マグナムハンドガン、マグナム覚醒マグナムが出てくるというね、まあ、強力な武器になるっていうね、まあ、ファンサービス兼強力な武器をねくれるっていうね、なかなかねいいものになってはいますが、まあ、タイムアタックは当然取りません。でここでね、ライターと鍵を預けて、でここでね出てきます。このなんかなんだろう、手がつながれてるちょっとねクリーチャー、マグナムリボルバーかクリーチャーがね、出てくるんですけど、これがね先ほど話したリサトレバーですね。はい、このバイオの館を作った天才建築家ジョージ・トレバーの娘、リサトレバーさんです。で顔にですね人間の皮をかぶってます。こいつは自分の母親を探すためにですね、あの女性の顔面の皮をね剥いで、それを身につけて徘徊しているというね化け物です。はい、今日のイベント一番最初から見てる方ね、バイオハザードゼロの時にあの思想ウイルスのお話が出たと思うんですけど、リサはねまあもともとすごい美少女だったんですけど、先ほどのギャラリーの絵画の人がね女の子、そのリサさんなんですが、まあ、その思想ウイルスの実験台にされて、で失敗して廃棄されて、で T ウイルスが生まれて投与されて、で失敗してみたいな、で廃棄したらなんかそのウェスカーとそのバーキンですねが、あのなんかリサ全然 しなくねみたいな感じになって、調べたらこいつ体の中でウイルス融合してすごいことになってるみたいなやべーみたいな感じで、なんかまた一回ねその廃棄されたんですけど、また実験に使われてまたさらに廃棄されてるみたいな、でしかも死んだと思ってたらやっぱ生きててっていうので、彼女は倒せないんですね。倒しても倒しても絶対に復活しちゃうんですよ。だからこのゲームで出てきた場合は3回戦うことになるんですけど、まあ、基本的にショットガン 3,4 発ぐらいでダウンはするんですけど、一定時間で復活します。なので絶対倒すことはできませんっていう、かなりね悲しい人です。はい、でちなみに囚われたのは14歳の時で、今このバイオハザード初代のね舞台はそこから31年後の話なので、その間ずっと母親を探し続けているという、かなり悲しいね過去を持っている人です。一番きついんじゃないかなっていう話かな。はい、っていうね感じです。なぜか適合しちゃったみたいな感じです。お母さんは、まあ、最初の実験でね亡くなっちゃったんですけど、まあ、リサは なぜか適合してみたいな感じで、そういう風にいじくり回されてしまったんですね。はい、だからそのスペンサーがねこの、まあ、最初にあったなんかそのアンブレラの始祖3人みたいなのが、そのうちの1人のスペンサーっていう、まあ、スペンサー教って言われてる、まあ、じいさんがいるんですけど、まあ、そいつがジョージさんに家作らせて、で研究施設にして、で口封じのためにまあ、完成祝いパーティーだっつって家族を呼んで、でそのお母さんとねリサさんだけ最初に来たら、まあ、実験されてしまったみたいな感じのね話です。一応初代のまあオリジナルをね1にもこの話を入れる予定だったけど、多分容量との都合でなくなったっていうのをリメイクでねがっつり入れたっていうのがリメイク版なので、まあ、かなりねその手記とか探すとね、まあ、すごい壮絶な内容書かれてるので、まあ、ぜひねご自身でプレイしてみるといいかなと思います。はい、ね、そういうねお話もかなりね、深掘りされてるので
というところで、気づけば話すのに夢中で、だいぶねあれしてしまいましたが、寄宿舎に来ました、はい、さっきのね、フロートクリムゾンを倒して、まあ、石のね、まあ、エンブレムを手に入れて、でそのエンブレムをはめてね、リサの部屋に行って帰って、クランクで水の流れを止めて、まあ、初代バイザーでしたですね、すごい不便なね、通路を通って来たら、まあね、寄宿舎に来ると、まあ、通勤が大変そうな寄宿舎に来ます。はい、で、まあ、先ほど結構食らっちゃってたんですけど、このゲーム基本的にまあタイムアタックの時は、まあ、ノーダメージ、1回目の館でノーダメージもしくは1ダメージくらいが許容範囲とは言われています。はい、っていうのも、ここ寄宿舎の地下でですね、まあ、あのサメの敵ですね、ネプチューンっていうね、まあ、敵が出てくるんですけど、そいつにほぼ確実に、まあ8割くらいの確率でね噛まれるといったところで、そこでねお腹抱えちゃうんですよね。お腹抱えちゃうんで、脳回復で、まあ、行く場合か、その一回もお腹抱えないんであれば、その館では一回も食らわないで、回復はするけど、まあ、それ以降ね基本的に腹抱えないよとか、途中で腹抱えないようにそのアイテムボックスに入っている救急スプレーだけですね、自分でわざわざ拾わないで、アイテムボックスに入っているそのアイテム整理の時に回収できる救急スプレーを使うだけ、一とどめたいなら1回から2回ぐらいまでがダメージの許容範囲です。はい、なのでこのゲームをね、本当に上位を目指すのであれば相当難しい感じになってます。そうですね、このゲーム2002年に発売されたゲームですね、ゲームキューブで、で HD リマスターリングされて、まあ、PC 版で、まあ、Steam でね出てると。まあ、PS3 とかにも出てますね。これは HD マスター PS3 とか PS4 とか結構あるんで、あのパソコン版じゃなくても全然ね、このゲームというか、まあ、バイオハザードのリメイク系は結構出てるんで、ぜひね、いくらでも買う機会はあると思います。もしね、やったことない人、結構セールとかでね、やるんで、カプコンセールあったりするんで、1000円とかで買えるんでね、全然、皆さんね、まあ、お求めやすい価格になってるかと思います。思います。なんか1000円切るんじゃないかな。で、ここ、はい、これなんか虚空を押してるように見えるんですが、120fps 限定の技ですね。フレームレートが高いと、まあ、当たり判定が大きくなるというのを利用してですね、本当は 60fps だと一旦左のね、本棚を押して、右の本棚を押すというね、まあ、通常の攻略になるんですけども、120fps ですね。ジルの判定がちょっとでかくなってるため、右の本棚をいきなり、ね、押すことができます。なのでかなりね、短縮になります。まあかなりといっても 1,2 秒ぐらいですけど、まあそれがね大きいので、ね、そういったところ、もう本当に細かいところをね、まあ切り詰めていくのがバイオハザードの RTA だというところですね。本当にね、ドアごとのスプリット取ってる方結構多いんで、まあ1秒とか2秒はかなり大きいですね、このゲームね。はい、今週だと押せないですね、多分60くらいしか出てないと思うんで、出てても60とかだと思うんで、かな、 XBOX とかちょっと分かんないけどどうなんだろうね、60は出てると思うんだけどね。 PS3 とか30なんだっけ。30だね。30か。うん。まあ、なんで、まあ、機種によって、フレームレートもね、若干変わるというところですね。はい。で、ここ、昔は全然捕まんなかったであろう、全然脅威でもなかったであろう、サメくんがね、出てきます。ここね、事故死ワンチャンあるんで、で、このサメの挙動が、これはあれだね。これはもう無理だね。噛まれる。はい。で、ここで噛まれちゃうんですよね、一回。でノーダメージで来ると、ここで噛まれてもお腹抱えないので、まあ、回復の必要がなくなるんですけど、まあ一回食らってるとね、お腹抱えちゃうのでっていうところで。っていうところで、回復がね、ここで一回使うかどうかで、まあ、まあ、メニュー開く分のタイムが変わると。
そうで、ここも追加されたところですね。昔であればもう本当に水抜いて、ね、ピチピチしてるところになんか部屋入って水抜いてみたいな感じなんですけど、ここはもう本当にでかいプールで、ね、サメが泳いでます。実験場です。でこれサメのタックルのせいでちょっとやばいよってエラーが出ちゃったよっていうところですね。水圧によってこの強化ガラスが割れてしまうで、エラーが出てるのでこのね機械を選んで、でこれ毎回ランダムです。 1,2,3 ランダムで、まあ1か3が早いです。でこれを選んで、あ、じゃあいじって、でもう一回ね同じことをして、防火シャッター、防水シャッターか、まあ耐圧のねシャッターを閉めます。でここで左上にね、左上とか上にあのゲージが出るんで結構ね焦るんですけど、100になると、まあ、当然死にます。で水を抜きます。はい、水を抜いたらもうねこちらのものなので、ええ、サメのいたところに行きましょう。でこれ難易度は一応ノーマルとハードとかがある、まああるんですけど、ハードモード以降かなりねあれパーセンテージ上昇早いんで、まあ焦りますねまあ焦るんでね。まあ焦るよね、初見の時はね最初やった時 70% ぐらいもなかった、おーってなった。そう焦るよねみんなね。そう、水槽の水を全部抜いてですね、ここにね鍵があるんですけど、まあサメが最後の力を振り絞って攻撃していきますが、でここはい、今真ん中に見えてる操作パネルを水中に落として感電させてね、サメを倒すっていうプロセスを踏むんですが、ある程度ね、そんなことする場合ではないので、直でね、水に降りて、ちゃんとね、適切な行動をすれば、やられずに済みます。ちなみにあれ、即死なんで、噛まれたら、結構ね、スリリングな、ね、体験はできるんですけど、そういう感じでね、抜けられます。入力もすごい簡単です。ラジコン入力にして、左上にね、十字キーを入れておくだけで抜けられますんで、あそこ。とても簡単です。はい。っていう感じでね。やらなくても拾えると。その辺はね。まあ、カプコンも予想していたと。まあ、ちゃんと判定があるように作っているといったところですね。で、この戻りですね。ここ、地下を割って、ギャラリーキーを取って戻りです。ここのゾンビ、ああ反応しない。ここのゾンビがかなり嫌らしくて、まあ、反応しないとまあ基本的に食らうか倒すか誘導するかみたいなところで、誘導になるとね、まあ、どうしても遅くなっちゃうので、何敗かしたことありますかって、サメで負けたことある、走ってて。いや、ないんじゃないかな。そのぐらい多分そんな難しい技じゃないかな。あれは多分やり方聞いたら誰でもすぐできるくらいの簡単さです。ちょっと怖いけどね、ちょっと怖いけどねで、あ、そう、今ね殺虫スプレーを手に入れて、でこのね寄宿舎のマップがあるところの裏にちょっと穴が開いてるんで、ここにねやります。でこの蜂倒れる、時間ランダムです。長いね、長いね、1秒から7秒ぐらいあります。はい、最大で1秒から7秒差がつきます。地獄みたいなところなんですけど、プレイヤーの、ね、実力関係ないところでね差がつくといったところで、かなり上位のプレイヤーだとね、ここで結構差つくよね。あれ差つくね、カウントしてる人もいるね。うん。で平均だいたい3秒から4秒くらいなんですけど、本当に長い時はあまだ生きてんのみたいな感じの時間滞空してるんで、あっち一匹ずつね、ポタポタ落ちる時もあってね。スプレーの使用期限切れてるみたいな感じもねあるんだよね。で昔はね赤い本入れるだけだったんですけど、今回はね絵合わせ要素があります。ギミックもね進化してね、はい、背拍子を合わせてなぜかドアが必
勝手に動くというところでね。はい、プラント42戦です。これ最近ね、今日やるのは最近変わったやり方です。ちょっとこうやって走って、時間を使います。で、プラントが、ね、つぼみを開いてるときですね。つぼみを開いてるときに効くダメージを与えられるので、その開くまでの時間を使います。で、ブレンドランチャーの火炎弾ですね。3発で倒すことができます。今のは本当に時間調整ですね。で、入ってすぐ目の前の階段を使うやり方もあるんですけど、まあ、そちらだとね、ちょっとプラントに着弾するまでに、若干の時間があるので、まあ今のね、右から、まあ、手前の階段からやる方が早いというのが最近のね、やり方になってます。本当に割と最新ですね。今年、年が去年ぐらいだよね、多分見つかったの。そうだね、本当最近だと思う。最近。うん。ね。まあ、なんでね。で、プラント君は、つぼみ閉じてるときに攻撃すると、大体なんか5分の1か10分の1ぐらいのダメージになっちゃうので、全然倒せなくなっちゃうので、まあ、基本的にね、まあ、つぼみが開いてるときにね、倒すようにしましょうと、いう感じですね。はい。令和最新版です。なんとこのゲームまだ、ね、アップデートされてますよ。ちゃんと皆さん。タイムアタックもね。そう、最近、そう、このゲーム前までは、一応その、なんでしょうね、ルールが複数あって、まあ、ドアスキップとかって言われるものがあったんですけど、と、ドアありとドアスキップみたいなカテゴリーが分かれてたんですけど、最近なんかこのゲーム、クリアの時のリザルト出るじゃないですか。インゲームタイム、クリアタイムが出ると思うんですよ。で、大体バイオハザードって、そのタイムで、タイムアタックの、時間、順位を決めてたんですけど、どうやらこのゲームは、ロード時間によって、その暗転してる時間、画面が真っ暗になっている時もちゃんとタイマー進んでるっていう。で、しかも、そのロード時間が長ければ長いほどタイムがかかるっていうのが最近本当に見つかって、今まではほぼリアルタイムだったんですけど、ほんと最近では、その、全部統合されて、ロードリムーバータイマーっていう、この画面が真っ暗になってる時とか、ドア演出してる時のロード時間を完全にカットするっていう時間で測るように変わりました。なのでね、全然その辺は、実はね、ドアありだろうとなかろう、なしだろうと、全く同じ舞台で戦えるっていう風にね、ルールがね、改定されました。はい。で、今回ね、100%、グッドエンディングっていうことで、結構弾カツカツです。はい。めちゃくちゃカツカツです。グレネードランチャー無駄に撃った時点でもう弾足んなくなっちゃうんで、本当にこの弾の回収大事で、一個でもね、逃した時点で終わりと。いうところなんで、相当ね、大変です。で、ここでハンターが現れます。ここ、ハンター現れていきなり、最初ね、オリジナル版では4の第2回があるところの部屋に行きたいんですが、ここで一旦待ちます。で、はい。上にいるハンターが、ジルの近くまで来た時に動き出します。ここのハンターは、2種類いて、普通の緑色のハンターとちょっと枯れ草っぽい色のハンターの2体がいます。で、枯れ草っぽい方のハンターは、じゃあ普通の緑色のハンターは、ジルの HP が一定以下だと即死攻撃を打ってきます。はい。ですが、色がね、ちょっと枯れ草っぽい色のハンターに関しては、HP に関係なく即死攻撃を打ってきます。で、このゲームのハンターは、ですね、コパンがすごく強いです。コパン食らっただけで超よろけをします。いわゆる、本当によろけが長くて、階段で2体に挟まれるとですね、代わりバンコに攻撃されて、首かられて死ぬみたいなこと全然あるんで、その辺は判断ミスったらね、即死みたいなところはあるのですごく難しいです。っていうところでね、まあ、ここは腕の見せ所と。まあ、挟まれちゃった時点でグレネードランチャーでね、撃破するっていう立ち回りに変えないといけないんですけど、そうすると、まあ、弾が足りなくなるとか、まあ、そういったこともね、含めて、なるべくね、お祈りしながら、やっていこうと、っていう感じでね。はい、そうなんですよ。で、昔のバイオハザードだったら、その敵って階段とかって移動してこなかったと思うんですけど、まあ、リメイク版はですね、関係なく、階段だろうが何だろうが関係なく首からしてくるんで、
はい、でハンターは移動速度下がらないんでね、階段の時っていうね、なかなかね、難しいところになっています。はい、でここですね、ここもちょっと難しいんですが、ゾンビを左の、あの右のね、ドラム缶のところに誘導して噛みつきます。危ないですね、今の2連噛みつきゾンビ。 OK、 おー、いいランスよかったね、今回はそうで、初代バイオハザードのこのリメイク、特に狭い通路でのゾンビが非常に多いので、まあ、今みたいにね、ゾンビ、乱数が良くない、これフラフラするゾンビですね。ので、あそこのね、回避失敗して2回攻撃食らうとかってなると、まあ目も当てられなくなったりするので、なかなかね、その辺はタイムアタックしてるとき、カメラの切り替わりも激しいので、その辺の、まあやっぱ技術力が求められますね。アレンジ、あ、で、一応その、アレンジ操作、その十字キーじゃないや、アナログスティックを動かした方向にそのまま動くやり方と、今までのラジコン操作に関しては、まあ、入力のね、若干精度とかが変わってくるので、カメラの切り替わりが激しいところとかだと、まあ、ラジコン操作の方がね、カメラに依存しないので動かしやすかったりします。で、アナログの、そのアレンジ操作に関してはカメラに完全に依存するので、今見てるカメラの状態の入力になるので、あの移動方向がなので、かなりね、そのキャラクターが変な動きしたりっていうのがね、頻発してしまうので、その辺をね、しっかり切り替えて戦っていきます。で、先ほどちょっと、おー、いいですね、乱数は悪くない、ここは。で、はい、で、グッドエンドだと、さっき弾足んないって話をしたんですけど、本来であれば、まあ、いわゆるバッドエンドですね、誰も助けないでジルだけ逃げ出そうっていうエンディングであれば、さっきの硫酸弾は拾わないんですけど、まあ、先ほど言ったように弾が足りなくなってしまうので、ジルのね、ジルじゃないや、ヨーンの弱点である、これ2回目のヨーンになります。ヨーンの弱点である硫酸弾を拾って、硫酸弾で撃破します。で、ここ、硫酸弾4発で本当は倒せるんですけど、あの硫酸弾が、ね、邪魔になってしまうので、これ4発撃って、で、この上にいるときは倒せません。なので、4発撃って、ここでわざといっぱい、一発外して、もう一回撃つと撃破できます。っていうね。こういうね、倒し方をします。なんで、無駄なく無駄撃ちをしていくというね。これは結構ね、今のところ、4に近づきすぎると、4が首を上げちゃって、届かなくなるので、で硫酸弾って飛距離そんなないんで、その分ロスになったりするんですよね。なんで、やっぱ、置き打ちみたいなのがね、結構大事になってくるので、これはかなりね、技術のある技だといったところですかね。はい。で、この図書館ね。なんか昔はヘリポートが見えるとか、あとはなんだっけ、MO ディスクがあるような部屋が増築されて、一個のね、大きな図書館に変わってます。結構ね、そういった意味では、昔のね、うまく、オリジナル版とね、合わせたような部屋作りになってると感じですね。はい。で、戻って、で、ここまた避けて、で、オリジナル版で特にいらなかった宝石をね、取ります。ここのね、宝石、剥製部屋ですね。まあ、昔はなんか電気消して取るだけだったんですけど、ちょっとギミックが追加されていて、ここでグレンズランチャーの弾を通って、で、手前に動いてるワシがいると思うんですけど、ワシから高かなちょっとわかんないけど、まあ見てる鳥がいるんですけど、青い光のやつ。あいつが、完全に宝石を見ると、ロックされて取れなくなってしまうんですけど、まあ、向く前にね、アイテムを取ります。で、新規アイテムの、黄色のダイヤが追加されています。赤ダイヤと、ね、新規アイテムの黄色ダイヤですね。で、この黄色ダイヤがね、大事になってる、グッドエンディングだと大事になってる、はい。そうだな。バイオハザードといえば宝石を使った、虎に宝石入れるやつ。わしじゃよっていうことで、わしらしいです。はい。星
これですね。ここ昔は青い宝石と赤い宝石をね、入れていたんですけど、今回はね、なんと黄色い宝石ですね。ここはですね、リメイク前の作品、オリジナル版プレイした人をね、騙すような、配置というか、ギミックになってまして、これ赤い宝石を入れてしまうとですね、上から蛇が降っているので、ぜひね、やってみてください。そういった意味でね、やっぱオリジナルのやってる人はね、引っかかるような感じのね。青い宝石は、ショットガンの弾なので、今回はね、特に使いません。そう。なんか昨日見たなということで、そうですね、バイオハザードコードベロニカとかね、もうその初代をね、踏襲したギミックになっているんですけど、なんとリメイク版でね、変わってしまいまして。ちょっとね、変わってしまったんですよね。で、まあ、その宝石のギミックをやった後にですね、昔はここ、盾の鍵だった、盾じゃない、鎧の鍵だったんですけど、ここね、必須部屋になったので、兜の鍵に変わっています。で、昔はこの先ね、コスチューム部屋だったんですけど、ここにね、キーアイテムが分かるようになりました。なんで、まあ、オリジナル版で結構その、あ、なんだこの部屋みたいな、特に意味ないじゃんみたいな部屋も、しっかり活用されるようにね、変わっています。なので、まあ、その辺ね、キプレイっていうか、オリジナル版をプレイした人をね、新鮮に遊べるような、多分作りになってるかなというところでね、ファンサービスがね、かなりありますよというところですかね。はい。で、まあ、必要なも取ったんで、ね、これで2回目の洋館終わりです。やることやったんでね。で昔は、まあ、上か下かどっちかからね、寄宿舎側に行くとき通らなきゃいけなかったんですけど、ここの美術室の、裏口というか壁のねギミックが開通されたことにより大幅にねドアをそんなに通らなくても寄宿舎側に行けるようになってね、すごく楽になりましたね。これタイムアタック関係なく単純に構造的に優しいなっていう感じの構造ですね、はい。で、このハンターはですね、最初に雄たけびを上げて、右パンチしてくるんで、右パンチしてくるんで左側をね、まあ、まっすぐ進めば抜けられます。このゲームはゾンビはちょっと別だった気がするんですけど、一部のそのクリーチャーですね、まあ、リサとか、まあ、ハンターとか、まあ、タイラントも一応そうですね、は、キャラクターが部屋に入った瞬間、まあ、ちょっと1、2秒くらいは即攻撃してくるみたいなのはないので、犬とかもそんなにすぐ動かないんで、ちょっと待機があるんですよね。なので、まあ、それを利用してね、ああいった抜け方ができます。このゲームカラスはね、襲いかかってこないんでね。で、これ水抜きをね、違うわ。そうか、水抜きをした状態で行かないといけないので、ここのヘビゾーンを抜けます。で、ここのヘビ、正しいライン取りをしないと、ヘビに噛まれてしまって、毒に、ね、なってしまうことがあります。ヘビ2種類色があって、緑色のとちょっと赤っぽい色のヘビがいるんですけど、赤っぽいヘビ確定で毒になるので、本当に気をつけないといけません。マジで、ここのライン取りは大事。あ、で、犬がちょっとやばいけど。動揺したな。まあ、右に避ければいけるか。うん。で、ここの中には本当に犬がね、本当に犬がよろしくなくてですね、ここの犬が、頼むよ、あ、いいね、頼むよ、いいね。ということで、今犬か、吠えてくれたんですけど、吠えない場合、飛びかかりはですね、ほぼ避けられないと思ってください、基本的には。噛みつきは、一応そのジルと犬の軸をずらすことで避けることはできるんですけど、本当に飛びかかりの、攻撃に関しては基本避けられないと思ってください。判定詐欺なんで。絶対に攻撃が当たるタイミングで飛んでくるんで。そう、飛んでくる。必中です。ほぼ。どう見てもジルに当たってないよねっていうのでも当たってるんで。っていうね。まあね、カプコンがどういうゲームを作ってるか考えればわかるかなと。他にね、空間タックルをね、してくるゲームです。まずい。ここもそうです。このね、噛みつき、かなり軸アウト、めんどくさいです。この次の犬、大丈夫？
ああ、大丈夫、大丈夫。OK。で、ここだけじゃなくて、この、出たところの犬も、この犬も結構ね、あ、速動き。いいね。いいパターン。いいパターンですね。今の犬が、今みたいに即攻撃してくればいいんですけど、ちょっと待機するとジルの背中を追う形になるので、まあ基本噛みつき、もしくは飛びかかり攻撃にね、当たってしまうっていうことになるので、やっぱ体力がね、削られてしまうような場面がすごく多くなります。なので、もうここは本当に回復持ってないと、ちょっときつくなっちゃうこともあるので、なるべくね、攻めない場合はね、回復持ってってすると、まあ安定するかなと思います。なんで、ここはですね、まあ、昔もあった、ブラボーチームのリーダー、エンリコのいるところですね。はい。まあ、ここは昔とね、変わらず、基本的には変わらないですね。エンリコが出てきて、ジル、お前一人かって言われて、一人だけどって言ったら、騙されたって言って、撃たれて、死んでしまうと。で、なぜかクランクを持ってるのでね、クランクを回収します。まあ、昔はね、クランクが落っこってたんですけど、今回はね、エンリコがね、持ってるというようにやってます。はい。で、この先ですね。この先もちょっとお祈りポイントがね、あ、ここのハンターは絶対に当たるので、いいんですけど、今の手前のハンターの飛びかかり攻撃あると思いますけど、あれは即死攻撃です。あの手前のハンターは HP に関係なく即死をしてきます。ちょっとね、色は、まあ、暗いから明るいと思うんですけど、まあ、色がね、変わっています。で、こうちょっとアイテム整理をします。はい。さっき使ってたね、緑色のクランク、いりませんので、捨てます。で、ここパズル要素ですね。ガバガバパズルです、これ。とりあえず形合わせればいいっていう、アンブレラマークの中に、パズルをね、入れるんですけど、どう見てもそんな埋まってないでしょっていう形してて、箱の中にね、スペンサーキーっていうね、鍵があります。はい。で、ここでね、謎の、こんな、ね、クランクで回せるのかっていう、ギミックがあって、一回し。で、一応申し訳程度に右にハーブがあります。はい。申し訳程度にハーブがあります。で、ここですね。で、この石をね、毎夜おなじみ石が転がってくるギミック。を抜けると、この先にね、はい。まあ、中ボスの、ブラックタイガーと呼ばれるクモがいます。はい。クモなのに、ブラックタイガーですね。名前ですね。で、こいつ攻撃、あー、突進 OK。いいね。この後、倒せずに、何もしないでよ。おー、離れていってしまった。あの雲かなり乱数に左右されます。最初の突進はかなり乱数いいんですけど、タックルでめちゃくちゃ食らうのと、すっごく吹っ飛ばされて、すごくロスになるっていうのと、毒吐きがランダムなので、食らうとね、毒になる可能性があります。なので基本的には何もしてくれないか、一番最初に毒を吐いてくれるのが、まあ割と理想か、タックルですね。これが理想ですね。で、毒で、一応その、ブラックタイガーのドアの糸を壊せるので、まあ、今6発撃ったんですけど、1発ね、節約できたりとかっていうね、こともあります。まあその分ね、まあ、タイムも速くなったりするので、まあ、乱数によっては、速くなるよっていう感じになっています。で、今のね、ブラックタイガー戦で消耗してしまった方はですね、今の石の裏にですね、転がってきた、その奥に、昔は火炎弾が置いてあったんですけど、リメイク版ではね、救急スプレーが置いてあるので、それをね、取って回復するといいでしょう。で、これ昔ね、なんか、謎の小部屋に石像があって、それをね、スイッチの上に乗せて、最後の章を取るっていうね、ギミックだったんですけど、今回はね、石像をちゃんと向きを合わせてあげるというね、ことをします。で、これ押し方が悪いとジルがここでね、回転してしまってロスになるので、ね、ちょうどいい位置で、押さないといけません。まあ、なんかこの辺はね、まあ、タイムアタックやってる人であれば、まあ、まずミスらないでしょうと。いう
ギミックですね。はい。で、回転させて、壁にはめると。そうすると、なんかすごく大事にね、シリンダーっていうアイテムがね、保管されているので、回収します。はい。ここもね、やっぱ一手間。加わっていて、まあ、オリジナル版であればね、ここでもう本当にこの後じゃあもうラストダンジョン行こうぜっていうところなんですけど、リメイク版ではね、まだちょっとあります。もうちょいちょいぐらいあります。はい、結構ね地下も増えています。で、先ほど、ブラックタイガーが倒せなかったんで、倒せるときもあるんですけど、まあ倒せなかったんで気をつけて回避します。優しい。お、いいパターン。これはいいパターンだね。で、こう、帰りが結構大事で、ブラックタイガー本当に即体当たりみたいなの、避けられないところでしてくるんですよ。避けられないところで即体当たりされると、まあ、相当なロスと、多分大体ジル腹抱えるんで、ここはもう本当に機嫌次第ですね。毒吐きも、その絶対に避けられない場所があるので、まあ、なるべくちょっと離れて移動するのが割とセオリーではあるんですけど、結構今攻めましたね。今、まあそうだね、結構。ちょっと強いから。いや、でもタックルじゃなくてよかった。いや、本当に。タックルの後の毒の重ねとかあるからね。そう、タックルで、もう本当にジルが、よいしょーみたいな、起き上がってる時に、毒プシューってやられて、うわってなって、もう一回かかって、デンジャーなって、みたいな感じで。で、ワンチャン死ぬみたいなのが全然あります。で、ここシリンダーシャフトを作って、番号をね、入れまーす。はい。4,2,3,1 と、これ一番順番決まってます。ちなみに今のギミックかなり早かったんですけど、これ中国語と日本語でやると全然速度違います。ここ本当に差出るんで、ぜひね、PC 版持ってる方は日本語版と中国語版でやってみてください。本当にゆったりになるんで。ということでね。で、今のエレベーターを起動すると、なんとバリーがね、なんか物音したから来たんだって一緒にね、ついてきます。で、俺はここ守ってるから先に行ってこいみたいなことを言われて、リサ2回目ですね。危ない。はい。これリサトレバー2回目です。で、リサトレバーの攻撃です、かなり大振りなんですけど、彼女背中に触手がついてて、まあ、手錠をかけられたね、状態の、振り回し攻撃、叩きつけ攻撃と、背中側の、背中のね、触手攻撃があります。で、いずれもですね、超高ダメージで、ジルは3回食らったら死にます。はい。一発で約 45% ぐらいもらうと思ってください。約。それぐらいジルはもうだと一発でもう致命傷みたいなレベルですね。で、背中も触手普通にタイミングによっては攻撃した後に背中プシュッってやってきて食らうんで割とデスコンあります。はい。で、持続もすごく長いので格ゲーにいたらマジで間違いなく強いキャラなんで本当に振り終わったなーと思って近づいたら本当に終わり際にコツッと当たってめちゃくちゃ食らうので、あれ、ここでバレエを裏切ります。ここはしっかりね、まあ、リサは避けないといけないと。で、あそこカメラも結構切り替わるので、その辺のね、回避が難しい場所になってます。まあ、やってみればね、なんとなく、こんな感じねっていうのはわかると思うんですけど、はい、パワータイプです、本当に。クリスでも多分3回とかそれぐらいで、3、4回ぐらいでやられちゃうかな。そう。で、あそこのバリーは特に何も言わずに、エレベーターでブーって、ブーって上に行くだけなんで。ええ。ブーンって行くだけなんで。で、さっきのね、なんかゴンドラで移動させた箱を壊すと、壊れた、火炎放射が手に入ります。この火炎放射、このプレス機で壊れたのか、もともと壊れてたのか入っていたのかはちょっとわかんないんですけど、まあ、プレスしたら、なんかもっとぺちゃんこになってそうだよねっていう気はしますね。ちょっとね。で、ここですね。で、ここの後、火炎放射を手に入れた後の、
利差回避がすごく難しいです。道が2つあるんですけど、最初に行った道に利差が出現します、確実に。でここあーこれいる、いやいいパターンかも。あいいパターン、おーうまい。これ今かなり良かったんですけど、レバーを引いてリサの攻撃を受けずにちゃんと手前に戻れた場合はすごく早いですが、ちょっとでも引っかかると絶対に引っかかるので、攻撃ではもうお腹抱えちゃうってことになるので、一旦リサの奥に抜けて攻撃を回避して、でレバーを引いて戻る方がまあ安全ですね。安定を取るとそれぐらい。攻めて食らっちゃって回復するのと、まあ、安定取るんだったら、まあ、安定取った方がいいんですけど、まあ、上位プレイヤーになるとね、あれをやらないといけないというところでね、すごく大変な立ち回りを求められますね。でこのはしごをね戻ってくると、なんと最初にリサに襲われたね部屋ですね、これリサ小屋ってまあ言わ、まあ、通称言われてるんですが、まあ、離れですね、はい、に出てきます。はい、なので、これまたね、中庭というか、追加されたね、場所から戻っていきます。で、こう、黄昏れているゾンビが、あいいですね。黄昏れてますね。で、このゾンビ、左向いて黄昏れてるときはね、全然その怖くないんですけど、ごく稀に背中を向けて、こちらに背中を向けてるときがあります。その場合は、100% 捕まれるので、ちょっとね、迂回して、ね、行かないといけません。で、ここのゾンビなぜか一体追加されてるんですが、まっすぐ進むだけで受けられます。はい。このようにね、追加されたマップと追加されたマップが繋がっていて、まあ、やっぱりゲームとしてね、結構、行くところが増えてると。で、さっきバリーがエレベーター乗っていっちゃったんで、まあ、逃げるのにね、あそこの先に行って、まあ、ギミックを解かないといけなかったっていうね、今回の、動きですね。で、ここで戻りますと。はい。で、寄宿舎に行くところにはめたですね、エンブレムですね。これをね、回収します。これね、オリジナル版との、まあ、違いですね。昔はこうクレストをはめっぱなしだったんですけど、これをね、もう一回使うっていう、ね、エコ精神がね、あります。で、その前に、ここですね、スペンサーキー。を使ってスペンサー部屋に行きます。はい。オリジナル版だとここは確か家を兜の鍵かなんかで開いたとこですけど、ここはね特殊な鍵になってて、でもう一個のエンブレムを手に入れます。であとはもうここからね、ラストダンジョンにね、研究所に向かいます。はい。最後の書の上巻と下巻と、エンブレム二つですね。があれば、まあ、最終ダンジョンに行くと、行けるようになりますので、まあ、このね、裏を通って、行こうと。で、最初のところの、それで、ラストダンジョンも、まあ、オリジナル版との違いで言うならば、さっきのブラックタイガーがいた先がもう、地下へのね、入り口になってるんですけど、リメイク版ではね、この裏ですね。ここに、はい、扉が追加されていて、で、ここにね、取ったね、エンブレムをはめると、ドアが開くというようになります。で、この先ですね、運が悪いと罪なので、一応ね、罪防止用のセーブは用意してはあるんですけど、まあ、ちょっとお祈りください。はい。これ、グッドエンディングの使用上ですね、バリーとクリスを助けた状態でクリアするっていうのが条件なんですけど、この後バリー死にます。ワンチャン。はい。ワンチャンス死にます。それはプレイヤーにというか、タイムアタック的にどうしようもない乱数だったら、どうしようもないんで、皆さんどうぞお祈りをね、よろしくお願いします。はい。お願いします。どうなるかな。どうなるかな。で、ここの先にバリーがいて、裏切り者なんですけど、バリーの銃を返すか返さないかって選択肢が出ます。で、グッドエンディングは、バリーの銃を返します。で、バリーが、動かないので、リサに攻撃されたら死ぬんですけど、落下されちゃうんですけど、で、ここですね、リサの攻撃を避けつつ、あ、こいつ邪魔す。邪魔しないで。危ない。つつ、
この4つの石をね。バリー、お前これ大丈夫？大丈夫？あー、まずい。ダメか。あー、やばい。あー、普通に死んだ。バリ撃たないなぁ。撃たなかったねー。とまあこの2発で死にます。ちょっとでも HP 減ってると。これやばいでしょ。いやー、申し訳ないっす。ちょっとやり直します。まあまあまあ、これはちょっと攻めちゃったからしゃあないっすね。はい、これだけ火力があります。で、あそこバリーがリサを3発以上撃つとバリーにヘイトが向きます。で、バリーは弾を撃つのがランダムです。っていうことはバリーは何もせずに殺される可能性があります。で、今のようにバリーがジルを助けないことも全然あります。なので、皆さんお分かりですねこちら弾を使えない状態です。攻撃手段ありません。なのであのように、自己死する可能性全然あります。はい、そうなんですよね。これね、全然あり得るんで。で、ちなみにジルが石像のところにいたから今まあ落下しなかったんですけど、普通にマップのキワキワにいて殴られた時点で吹っ飛ばされて死ぬんで、落下するんで。で、これリサの行動次第です。で、これリサがジャンプでこっち飛んでくることもあれば、さっきと変わらず、あ、そのは。やってくれるな。あ、でもまあ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 。バリ？バリ？今の位置で食らったら死んでた。オッケー。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、いい。危ない危ない。いやー、危なかった。いやー、事故ったなー。まあ、すいません、本当に。そう。で、ここ本当に、さっきちょっと見たように、一回攻撃振った後の、振り向きざまの攻撃、かなり早いです、判定、出るの。もうそうだし、背中の触手も早いです。なので、まあ、そこで食らった時点でもうちょっと無理ですね。まあ、感じですね。手前に飛んできてほしかったね、できれば。そうね。そう。で、手前に、一応リサジャンプでね、かなり距離を詰めてくるんですけど、その時にバリーが張り切って撃ちまくるとバリーがワンチャン殺される可能性もあるのでここはね、本当に記録狙いでも、まあ、ちょっと大祈りポイントなんですよね。はい、ちなみに今リサ落ちて、でリサまんまって言って落ちてたと思うんですけど、あれがリサのお母さんの、骨、まあですね、一応ということで、やっとママに会えたと言ったことで、それを持ってね、投身自殺じゃないけど、まあ下にね、ジャンプしてるんですけど、彼女まで生きてます。はい。まあその辺はね、ご自身でプレイして、まああと、細かいね、外伝作品ね、アンブレラクロニクルズとか、まあそういったね、結構ね、裏側のストーリーが知れるね、やつもあったりするんでね、プレイしてみるといいかもしれないですよ。っていうね。っていうところで、まあ、研究所に来ましたと。はい。波乱万丈でしたね。まあ、研究所はそんなにね、難しいことは、まあ、一個ぐらいしかないので、ないので、で、ここでゾンビを撃ちます。はい。これ倒せてないとちょっと良くないですが、これ倒してる？これ倒してる。うん。OK です。乱数とかによってはね、グレネードランチャー耐えてくるゾンビがいて、あそこのゾンビは本当に邪魔になるので、まあ、ちゃんと撃破しないといけないというところですね。で、ここは、さまざまなね、謎解きをしてからやるところなんですけど、全部知ってるので無視します。で、ログインパスワード、ログインのね、ユーザー名はジョン、パスワードエイダです。はい、先ほどね、出てきたジョンとエイダの名前で。で、パスワードに関しては、昔はね、モールだったんですけど、リメイク版ではセルに変わってます。はい。っていうので、もろもろ謎解きを全部スキップして、いきなりね、いきます。はい。で、これをすることによって、まあ、地下1階のね、部屋の鍵と、まあ、地下2階の部屋の鍵が開くと。セキュリティがね、ガバガバなんでね、ここに関して言えば、かなりセキュリティ意識が低いと。まあ、誰もこんなとこ来ないからね、忍び込むことはないというところなんで、で、2個目の MO ディスクがね、割と雑に置かれています。はい。そう、このゲームの MO ディスクの位置、かなり簡単になってて、まあ、最初のあの黄色の宝石のところを除けば、今、外に MO ディスクがありましたよね。
で、なんと、もう2個目はこの奥の棚にね、雑に置かれてるので、すっごく雑に置かれてるので、回収します。で、今のね、8462っていう数字は、パソコンの部屋に置いてあるスライドを見ることで知ることができます。そう、セキュリティは別にいらないっちゃいらない。というね、ところではありますが。はい。では、ここからね、研究所を進めていきます。で、マスターキーというかね、研究所の、マスターキーじゃない、研究所のね、鍵を取ったので、先に進めるようになりましたと。そう。で、ここでね、階段にいるゾンビ。で、ゾンビは、噛みつき攻撃と、まあ、いわゆるその、胃液を吐いてくるんですけど、胃液はジルの位置が、ゾンビと高低差がある場合ですね。その、掴みができない位置にいる場合に使ってきます。なので、あそこの、まあ、すごい短い階段を利用して、三吐き攻撃ですね。胃液を吐いてもらうように誘導しています。で、ここ、追加された、このゲームの、まあ、バイオハザードのね、電源を入れるギミックとして、なぜかですね、ニトロを、あそこにね、使う必要があってですね。はい。ニトロを運びます。これから、即死ギミックです。ね。これ、ね、リメイク版初めてやった人、なかなかね、自己死した人が多いんじゃないかなと、思いますけれども、いや怖いね、ここも。怖いね、ちょっと、リサでやっちゃってるからな。ニトロ運搬ですね。まあ一応難易度はノーマルなので、そんなにキワキワではないんですけど。で、ここのね、火炎弾を取ります。これラボタイラントに使います。で、ここで、ゲームキューブの形をしたシステムにね、MO ディスクを入れますと。で、ここのニトロをですね、敵に攻撃を食らったり、自分で銃を撃ったりすると、あと一定以上走ると爆発します。はい。爆発します。ええ。で、一応確率なんですけど、走る場合は、最大5歩までですね。4秒以上走ると、3秒から4秒の間に爆発すると。いうようになってて、4秒以上走ると確定で爆発しますっていうね、一応ルールがあります。で、だいたい5歩、まあ、4.5 歩ぐらいが安定なんですけど、4.5 歩から5歩歩いて、で、2歩歩くとだいたいリセットされるので、5歩歩いて2歩歩くっていうのをね、まあ決めていきます。はい。っていうね、かなり攻めないといけないので大変です。で、これゾンビに掴まれたりとか、噛まれたりとか、まあ、すると爆発するんですけど、だここのゾンビの歩って三発攻撃を誘導して歩ってってことですね。はい。で、先ほどここにいた敵をね、グレネードランチャーで倒したんですけど、記録を狙う場合は基本倒しません。キメラというね、敵がいるんですけど、ですが、まあさすがにね事故ると困るのでね、倒してグレネードランチャー一発で倒せるんでね、倒していきますと。そう。で、一応、回避アイテムを使うと、爆発回避は可能なんですけど、ぶら下がってるキメラからの攻撃に関しては、爆発判定の方が先に出るため、回避アイテムを使ってもですね、助からないというね、ことが発生しますので、まあ、基本的にキメラは倒しておく方がいいと、いうところですね。はい。とても怖いです。ここからはね、まあ、まず、自己死することはないかなと、思います。ここでね、エレベーターを起動させます。まあ、さっきのでね、さっきのニトロで、研究所のね、電力が回復したので、動力室に来て、エレベーターを復旧させるための電源をね、入れます。はい。でもこのハンターじゃねえや、このキメラっていう敵もね、なかなかね、製造方法がエグかったりするんでね、まあ、そういうの知りたい方はね、いろいろと自分でね、調べてみるといいかなと思います。はい。さて。まあ、この、まあ、この後はそんなにね。まあ、そんなにだね。そんなにね。難しくはないと。言ったところですが。
で一応さっきキメラ倒したのに一発使ったと思うんですけど、あそこ本当は一発使っちゃうと、ラスボス戦弾が一発足りなくなります。17発になってしまってですね、ラスボスグレネードランチャー18発必要なんですけど、一発撃つことで17発になってしまい、バリーの手助けもしくは、まあ、ハンドガンなどね、そのグレネードランチャー以外の武器を、ね、持っていくことが必須になってしまうので、ちょっとね難易度が上がりますが、安定を取るといった意味ではかなり有効です。でここでね、あの1回目のタイランドですね、ウェスカーが黒幕だということが分かった上で、タイランド戦が始まります。ここのタイラントはね、動きが鈍いので、はい、こうですね、バリーの近くでね、倒して、すぐね、イベントが発生させるようにしています。はい、タイラントはね、グレネードランチャー6発、火炎弾6発でね、ここの、いわゆるラボタイラントって言われてるタイラントですね、第1形態は終わります。はい、で、今、グレネードランチャー結構速い速度で撃ってたんですけど、まあ、ハンドガンと同様にですね、あの速射がありまして、まあ、グレネードランチャーと、まあ、ハンドガンのやり方ね、ちょっと違うんですけど、グレネードランチャーの場合は、発射ボタンを押しっぱなしにして構えをね、撃った後に即構えを解除して、もう一回すぐ構えるっていうことをやるとね、あの普通よりも早く、押しっぱなしにしてよりも早く弾をね、撃つことができます。で、この部屋に入って、で、この部屋はですね、あのグレネードランチャー弾があります。はい、これで17発ですね。で17発なので、一発足りない状態なんですけど、まあ、この場合ね、まあ、ハンドガンを自分で持っていくか、まあ、ナイフを持っていくか、一定時間逃げ切るか、バリーが頑張るかのどれかです。はい、でまだね MO ディスク全部終わっていないので、最後の MO ディスクをね使いに行きます。ここもね、昔はなんか毒ガス出るギミックとかだったんですけど、そんなものはないといったところでね、だいぶ簡単になっています。はい、ちょっとここのね、あのキメラ、ね、さっきから出てきてるキメラがね、ちょっと難しい動きをすると、まあ、被弾してしまうので、まあ、ここも運っちゃ運なんですけど、はい、お祈りをしましょう。大丈夫そう。うん、大丈夫そうだね。うん、OKOK。キメラがあのダクトから出てくるのが早いと、まあ、大体攻撃食らいますっていう感じですね。はい、でもうゾンビがキメラに、ね、置き換わってるので、まあ、攻撃を食らわないようにね行きましょう。さてここでね、みんな大好きねクリスを助けましょう。バイオハザードの主人公クリスをね、ましょうというところで、でラスボスでさっき弾が足んないって話をしたんですけど、まあ、ちょっと先に言っちゃいますね。あのバディさっきリサのところで弾打つか打たないかあったと思います。それと全く同じことが発生します。はい、バディ打たないときはとことん打たないので、ただ頑張るときはめちゃくちゃ弾打つんですけど、とことんとことんバリーが打たないときはね、本当に打たないので、でもクリスがなんかジルのあのバスボタン連打に合わせてクン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 してるんですけど、そういう仕様です。はい、でここにね連れてくると早く行こうぜっつって、なんか急に急にね先導を取ろうとして、急にイキイキとね、イキイキとしだす、ね、牢屋にいたのに解放されてね、そう元気になっちゃう。で、あ、そうバディの持ってるマグナム、実はですね、あのバディを助けない、リサーと戦った時にバディを助けないってなると、バディのマグナムっていう専用のマグナムが手に入ります。なんとですね、まあ、リロードができない代わりにですね、あの威力が9999という、あの、まあ、基本的に全部即死倒せる、ね、あの化け物武器なんですね、バリーのマグナムって。なんですけど、バリーがですね敵に撃つとなんと81ダメージしか入らないんですよね。なぜなのかわからないんですけど、ジルが使うと9999入るっていう、ね、
カーンストダメージが入るんですけど、マリーが使うと81ダメージしかね入らないんで、ちょっとね、まあ、ちょっとねっていう、まあちょっと借りたいですね最後ね、ちょっとねっていう感じなんですよね。で、タイラントの HP がですね、まあちょっと6000ぐらいあるんですけど、まあ数値で言うと、で HP が2400を切った時にあのロケットランチャーが支給されます。でそれになるのにちょうど18発必要なんですよ。なんですけど、今17発しかありませんので、まあ、バリーがたくさん撃ってくれることを祈ってグレネードランチャー17発撃ちます。はい、で1回撃ったらバリーが攻撃されます。その時も撃ち放題、しこたま弾を撃ちましょう。バリーがね攻撃されてるのを横目にしこたま弾を撃ちましょう。はい、でさらに言うと、あ、いい、さらに言うと、タイラントの HP を2400以下にするのはジルの攻撃じゃないといけません。はい、なのでこちらの弾がゼロの状態でバリーにいくら撃ってもあのロケットランチャー手に変えるんです。なのでバリーに頑張ってほしいっていう感じでね撃破しました。お疲れ様です。お疲れ様です。なので、バリーが撃ってくれない場合はですね16発撃ってバリーが弾を撃つのを確認してから、グレードランチャー撃つ、もしくは自分のハンドガンで倒すというね、ことをしないといけなくなります、というところでね、はい、解説は以上です。まあ、細かいことはね、実際ハリマさんの配信に行ってね聞いてみると多分いろいろと教えてくれるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、気になる方はぜひ、はい、はい、いや助かりました本当に。なんかコメ読みごめんね全然するって言ってたけど、いやもうね、いやマジで助かりました。本当本当に、あ、よかったよ。いや言いたいこと全部言ってくれたなって。本当に、いやよかったね。いやよかった本当に。っていうか言うことが想像の3倍くらいあった。え、意外とあるね。意外とあるわ。区間ごとに結構言うことあるなと思って聞いてて。ねえ、びっくりしたね。いや、ぎっしりと詰まってるね。はい、ぎっしりと詰まってるね。リメイク版です。こう急にあのゲーム気分の SD 画質になるんで。これ画質悪いんですよ、ここの。画質悪いんでね。はい、30fps に固定されるし。まあ、あの、締めはどうぞ。はい、ここ飛ばしちゃっていいのかな、とりあえず。いいんじゃない、リザルト出して。まあ、出してもね、さっきやり直しちゃったから。ちょっとあれなんですけど。はい、というわけでね。ちょっとこれ、セーブデータのやつだったんで、ちょっとタイム早いんですけど。1時間、まあ、24分12秒ですね、やり直し込みで。いやーちょっとね、まあ、感想を言わせていただくと、まあ、ちょっと全体的に運は良くはなかったですね。まあ、特にバリー周りが良くなかったというところです。まああの ね、まあ、さっき正直押してる最中に弾打ってくれるかなって期待したんですけど、まあ、もうちょっと期待するのはやめます、次から。ちょっと、はい、本当に安定しています。このようにバリーにね左右される RT なんでね、皆さんぜひね、あの記録ないしだけ見に行ってあげてください。はい、というわけでね、まあ、あの今回の走りはこれで、終わりになります。で、まあ、次の走者の方はあの磯貝さんです。で走るタイトルはバイオハザード、あの PS 版バイオハザード、あのこのリメイクの元になった、初代バイオハザードですね。レギュレーションはあの、ま、今やってたベストエンディングと一緒なんですけど、あのメジャーグリッチって言ってあのバグを使うタイムアタックになってますので、ま、そこもちょっと見応えがあるかなというところになりますので、まあ、ぜひね、引き続き見ていってください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ終わります。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。